93.0AM1242 日本放送です。中川家 The Radio Show。 日本放送機の皆様、どうも中川家のレイジでございます。どうも剛です。はい、今週も始まりました中川家 The Radio Show。 今から3時30分まで生放送でお送りいたします。こんにちは。こんにちは。こにゃにゃちわ。こにゃにゃちわときましたか。はい、来ました。なんでこにゃにゃちわなんでしょう。というわけで、うんうん、ふんふんとかやめてくれる。そう、もうふんふんって、そんなまた何も言うてんのにね。何も言うてへんねん。言うてんのにな。20日は、セカンドでしたね。ザ・セカンド、フジテレビ。はい。ギャロップが優勝。ギャロップ、よかったです。ギャロップ19年 ?19 年です。おめでとうございます。おめでとう。1000万いただいて。ね、林くんがね、はい、それでツイッターで、結婚しました、みたいな。あ、なんかね、優勝して勢いづいて結婚したんやと思ったら、その後、優勝したから結婚したわけではありません。優勝の前にもうプロポーズしていました。ことをね。それはええやん、かかんで。もうそういうとこが、もう皆さん、そんなご存知ないかもしれないですけど、林くんっていうのがそういう人なんですよ。もう言われんのが嫌で先言うみたいな。別にええやん。まあそう。優勝して結婚したな、でええやん。ええと思う、それで。僕も実際そうでしたしね。うんうん。うん、優勝、M1 優勝して結婚しましたから。そうね、そのあったやもん、ね。お金入るから。別に何がそれが悪いの。そうそうそう。悪いことじゃない。せで、ええやん。うん、せえな、なんかそんな言い訳みたいなの書いてんの。別に、優勝したから結婚するわけじゃありません、みたいな。ええやん、別に。林くんですね、そういうとこが、もう、いちいち。お前、なんや、優勝したから結婚したんかいって誰かに言われたら、いや、違うんですよ、で、ええわけ。いや、違いますよ。で、ね、ええやん。うん、もうそれも言われたくない。言われたくない、ね。もうかっこ悪い。かっこ悪いか。かっこ悪くはないけど。毛利くんもなんか言ってたんでしょ。毛利くんはね、毛利くんの方がちょっと変やもんね。そう、変ですし。毛利くん、黒田さんがね、メッセンジャーの黒田さんが、もうギャロップずっと可愛がってて。うん、そうですね。ね。で、ショートメールで、おめでとうって言ったら。もう何時間か帰ってけんかってんけど。うん、で、今度、黒田さんが YouTube やってるから、はい、YouTube 出てくれるかって言ったら、毛利が、タイミングが合えばお願いしまーすって感じ。いやいや、腹立つわ。何歳急に忙しいふりすんねん。黒田さんがもう天狗か。そやろ。お願いしますでええやん。そうやね。うん。タイミングが合えばって、なんかもうなんか忙しいアピール。な、もう心配なんですよ、僕、ギャロップは。そういうとこ、そういうとこが。そうなんですね。うん、林くんのそのツイッター見ても、もう、いや、嫌いやわ、そういうこと書くの。ええやん、別に。黒田さんとか剛さんはもうようわかってるもんね。特に林くんね。から、うん、林くんをね。可愛がってたし。そうそう。ようね。心配。余計な一言いらんのよ。優勝して結婚しまして。調子乗ってるわーで、ええやん。いいんです。それでいいと思います。でも調べ、もう調べたったよ。ほんまに忙しいんか思って、なんか忙しいアピールやから。ほんだら、優勝した翌日、神保町3捨ての、その後大宮行ってるんですよ。なんやねん、それはそれでかわいそうやな、言うて。優勝したあるやろ、NGK 出るとか。まあね、確かにそらそうやわ。なんかテレビも生放送すぐボンって入ったりとかね。東京グランド花月言うて、国際フォーラムでやってる、そっち出るとか、できるやん。なんぼでも。神保町やで。神保町。100ぐらいのとこで優勝。若手の劇場ですから、ね。そうそうそう、はい。優勝してそこに行ったり。それもかわいそうすぎるやろ、言うて。その時、客50人ぐらいやった。優勝したギャロップがね。ねえ、いや、ほんまにね。いや、僕はもうずっと見てましたけどね。うん、あれなんか、なかなかやっぱベテランの、そう。みんな風格ですよね。怖くなかった、なんか最後まで、最後しか見えへんとか言ってたけど。うん。いや、もう全部見ました、最初からね。うん、ギャロップテンダラーが戦ったからね。これはすごかったね。5点差ですよ、テンダラーが負けましたけどね。ねえ、ほんまに。はぁ、素晴らしいですね。金属バットもまあ、良かったですね。良かったですね。まあ、トップバッターですから。うん、それでも点数そんな変わんないですけどね。変われへんね。お客さんがね、うん、点数入れてっていう。そう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 。素晴らしいですね、ほっとり。なんか、煽りも少なくてね。だからこれ15年以上でしょ？そうですね、16年から、16年から。うん。だから30年以上もやりましょうよって。あ、これの。どっか、ね、テレビ局の誰か聞いてる人いたら。
そうね、30年。30年以上面白いで、絶対。6分でええんかな、時間。3分、3分。3分 ?3 分。短いですね。いや、ちょっと見たいけどな、それ。見たいで。3分見たいな。30年以上の。30年。出場メンバー。うん。登場言うて。もう50過ぎてるやな、30年やったら。そうですね。ねえ、20歳でやったとしても、30年でも50。はい、だから我々はもうダメなんです。え、あ、俺ら。優勝してるから。出れないですけど。そうか、なんかそういうのがあれば無理みたいな。そうです。だから巨人賞。16年以上とかあかんねんで。30年以上やから。30年以上か。30年からですか。30年から。から。だから18で始めてももう48や。うん、48やね。うん。若くて48。うん。あかんねや。30年から、制限なし。制限なし。だから、遥か彼方さんとかも出てこれるしやね。まあ、それいっぱいおるよ。いっぱいおる。のりおよしおさんとかね。うん。しましまあんずさんとか。あ、そうや、しましま。出れるからね。我々の先輩ですからね。そういうのも見てみたいな、面白いやろな、ドキドキして。いやー、ほんま、面白いですよ。これも、それも審査に立てない。セカンドみたいに、お客さんが審査するみたいな。あ、審査なしですね。なし？ええ。どうするで、最後みんなで決めるっていう、うん、投票、テレビの、ね、テレビでボタンで。あ、D ボタンで。うん、最後だけ。みんな戦って最後で誰が良かったか、それだけですね。途中何も点数が何点とかもなく絶対煽れへんねや、うん、番組的には。そうですそうです。で最後軽くも一番良かった人に、一番良かった人に D ボタンね、1000万1000万、うん、面白いですよね。誰が優勝するやろ。誰、いや分からん。30年以上は想像もつかんな。だってそのまあ言うたらね、漫才協会の東京のね、上の人もいてるからね。出れますよ。芸歴50年でも出れますからね。うわ、面白い。見てみたいですけどね。司会は誰、司会誰がええんやろうな。霜降り明星とかがいいんちゃう。若い、ね、いいですよね。フレッシュな CM で、ね、あ MC で MC でね、審査員はさすがに立てられへんかな、うん、さすがに無理や。告知してもいいですか。あ、いいですよ。チケット売れてないので。そんなええの言うて。はい、猫と私とスマートフォン、写真フォルダ、お店は集いっていうのが、キノコニアサザンシアター。売れてないわけないやろこれが。高島屋であります。出演者は私、チュートリアル得意、トロサーモン久保田、ミキアセイですね。もう豪華やんか。猫のイベントなんですけどね、これが売れてない。売れてないですね。ぜひ来てください。配信もありますのでね。あ、配信もね、お願いします。ただ猫を見せるだけの話じゃないですけど。猫好きがね最近増えてきましたんで。いや、多いけど、私も猫を飼っておりますので、皆さん猫を見てニヤニヤしましょう、これ前も言ったかもしれんけど、会場でかすぎひん。いや、でか、いや、な、キャッパ知らんねん。キャッパはどれぐらい？ 400 ぐらい。400人が、ね、猫の写真見て、うだうだ言って言うっていうだけの話なんですけど、面白いと思いますよ。猫好きにはたまらないと思いますよ。そらね、もう、そ、普通の猫好きが喋るわけちゃうから、そらまあ言うたってそうそうたるメンバーで芸人やし、そらまあ、ね。みんな猫飼ってますし。それだけの話。いや、なんか目玉はないの？目玉企画みたいな、なんか。こんなんやるみたいな。写真、ずっと写真。ずっと写真見ます。あらまあ。みんな、考えるのしんどかったんかな？忙しいから。いや、もうそれ、やりようがないね。猫連れて来られへんし。え、あかんの？犬みたいにほら、じっとしてないやん、猫って、バーって、どっかほら、照明の裏とか行ったらもう、帰られ、二度と帰られへんやん、猫。できないんすよね、猫は。犬みたいにほら、そうか、ここ座っとけ、みたいになれへんやんか。なんか、ロビーとかにこう、猫話し飼いにして。いや、猫はもう無理やね。あかんの。あかんね。もう環境がちょっとでも変わると。変わるともう。あかんねや。うん。な、もう写真とか。逃げるからね。思いっきり。猫って。そうか。寄ってけえへんもんな。そうなんですね。犬みたいに。お座り言うても座れへんし。そうなんや。知らんがな、みたいな顔してるから。ちょっと無理なんですよね。だからまあ、それも、一辺倒ですね。写真見せる。動画とかない？動画。あ、動画もありますよ。動画撮ってるから。うん。うん。それを見てニヤニヤするだけの。面白いと思うんですけどね。猫好きの人にとっては。いや、まあそうね。ほんまに。ただ会場がでかすぎる。400はちょっと、大きくそうですかね。猫を見てもらおうという、なるほどね、イベントなんですけどね。
本当にもう猫が好きで好きでしょうがないというね。でも猫も全然違うんでしょ、特徴があって。もう猫になりたいと思うもんね、毎日毎日猫なりたい、だらーんって寝てんの見たら、ええー、なこいつらと思いますよね。ご飯になったらニャー言うて起きてきてスリ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 して、あんな生活いいなと思いますよ。あの犬見てても思うもんね、うん、ゴールデンレトリーバーとか僕、うん、YouTube でしょっちゅう見てるんですけど、うんうん、たまらんね、あんなんが亡くなったりしたら。そらそうよ。あの僕ペットショップ行ってね、うん、あの YouTube でロケで、うんうん、だからあのゴールデンレトリバーがおったんですよ、うん、そのペットショップが飼ってる犬なんですけど、うん、でボール持ってくんの、遊ぼう言うて、はいはい、もうそれだけでたまらんやんか、まあそうだね、だから怒んのよペットショップの人が、うん、ダメ今はみたいな、うん、向こう行ってなさいと壁の向こう行くねんけど、うんうん、壁の向こうから覗いてんねんこっち、うん、いやまたまもう涙です。行ってもいいですかみたいな。あいつら可愛いわ。ゴールデンレトリーバー、ラブラドールレトリーバー2匹おるんですけど。うわぁ、ええね。いいでしょう。可愛いな。可愛いでしょう。で、それと、赤ちゃんが、赤ちゃんを面倒見るゴールデンレトリーバーとかあるんですよ、YouTube で。よあるね。もう夜中それ見ながら涙流してるもんね。たまらんわ。わかるんですね、犬も赤ちゃんやるのが。そうね、あれよ、あるね、あの動画ね、あれ系の。で、こうなんか親が手出したら、うん、あらららって言うんですよ、犬が。あ、その子供に。今子供寝てるやないか、みたいな。まあ、なんともまあ、愛らしい。愛らしいでしょ。愛らしい。僕はほんま、まあ、ゴールデンレトリバーもう10匹ぐらい囲まれて過ごしたいんですけど、ね、夢は。おっきい庭で。いやなかなか難しいですけどね。都内でね、そんな家でマンションとかで買うのかわいそうですもんね。もうそりゃそう。やっぱ広いところでやっぱ買ってあげた方がね。かわいいな、犬。まあでも、まあ犬もかわいい。もう、猫だけじゃないな。ほんなもう犬もほんまやったら飼いたいぐらい、今。猫もさりげなく来るんですよ。あ、ほんほん。うん。ただあの、ツンデレがひどいんで、うん、猫っていうのは。どうひどいの、ツンデレ。いや、甘えたってもええけど、みたいな感じで来よるから、あいつらは、ね。犬はもう、僕ですかってあるやん。あるある、わかる。3匹おったら、うんうん、僕だぞみたいなあるやん。ダメだ、僕だ、ご主人のとこに行くのは、みたいなあるやん。猫はないんですけどね、まあ可愛いですよね。ああ、犬も飼えばいいやんか、今お家で、ほんなら。いやいや、もう、そのいっぱいいっぱいになる。今猫3匹おんのに。いや、猫とめっちゃ、もう犬散歩行かなあかんやんか。まず行かなあかんけど。それだけがな、億劫やねんな。自分で行ってくれへんかな、犬。ぐるーっとコンビニ行って。よくおらんかった、なんか、うん、コンビニで、なんか買ってきて帰ってくる犬とかなかった、うん、なんかあったけどね。いや、なんかほら、賢い犬。首にぶら下げて。おうおうおう、うん。ほんまはもっとあの、ほら、うん、でっかいのおりやん、なんか。何、セントバーナード。セントバーナードみたいなのも書いてあるんけどな。はぁー、言うてるやつ。いや、もう、散歩行かれへんて。すっごい綱みたいなリードでいかなかな、かわいいけどね、よだれだらだら垂らして、あれだから言葉通じひんからかわいいんでしょうね。通じて、うん、あのなんでやねんとか言うたらもうかわへんやろね、うん、あ、もし動物が喋ったりなんかすると、うん、あ、それはわかるか。いや、もうペットフードええぜとか言ってみ、犬がなんかもう可愛くなくなってくるもんね。あれ黙って食べてるから可愛いんやろね。いや、いいなぁ。ほんまに。思うわ。あの、ペットショップ行ったら、フクロウとかたまにおるやんか。うん、まあ、おる。ああいうのもええよね。木にじーっと止まって。フクロウあんな、冷凍のネズミやったりせなあかんねんで、あれ。餌が。かわいいと思うわ、うん。もう、だから一日だけ、こう、うん、動物に、うん。囲まれ。うん。動物になんねん、うん、自分が。え？なってみたない？犬目線で人間とか見てみたない？一日だけ。俺は一ヶ月ぐらい犬やりたいんけど。いや、一ヶ月もやられたら困るわ、それは。いやいや、俺はそう。仕事なれん。仕事なれん、その一ヶ月もやられたら。いや、犬で出てくるやん。一ヶ月だけ僕犬なんです、今日言うて。あ、喋ったらあかんか。喋ったらあかん、犬。喋ったらもう違うもん。ない犬じゃないもん、ね。喋れんのやったらええよ。一ヶ月と言われたら。犬で、あ、犬で半年ぐらい犬やってくれても全然。それめちゃめちゃ売れるやろ、もう。ねえ、そらもう。犬と、うん、犬と犬が兄貴で。どういうことやねん、言って。めっちゃ喋ってる。そう。だ西郷さんのコントとかも普通にできるもん、ね。うわ俺が西郷さんとも犬やって。もうどっか行きたいわ、とか。そうそう。
ここじっと降りたらよとか。そう。いろんな。中堅八高のコントもできたりすんね。中堅八高知ってる？何知ってる？知ってるのは知ってるよ。あの、渋谷駅でご主人待ってた。待ってるって。あれちゃうねんで。え？ちゃうねんだ、あれ。嘘やん。渋谷駅のとこに焼き鳥屋があって、うん、焼き鳥屋もらえるから、うん、じっとしてた。何じゃそれ。え？っていう話やね。ほんまは？うん。な焼き鳥早くれへんからって座っててんで。そんなとこみんな今待ち合わせしてんの渋谷の。そうそう。普通の人ご主人はどうでもよかった。もう焼き鳥が食べたくてしょうがなかった。その焼き鳥屋があったらしいわ。っていう話やで。本当は、うん、あんな映画だから本当はみたいな。だからこの間、この、うん、つい最近高知行ったでしょ。うん。だ高知県ね。龍馬像があちらこちらあったでしょ。うん、あったあった、うん。龍馬のパネルだ。龍、はい、うん、だから龍、俺もあれ、銅像前でロケやったけど、うん、ほんまはそんな、うん、なんか日本を選択するぞみたいなことは言ってなかったんじゃないかなって。いや言ったからどうぞ。手突っ込んでる写真あるやん。この懐に。着物、うん、懐のところに。うん、あれも、あの写真もほんまかなって。あれもなんかピストル出すとかなんかそんなんちゃうの出す。あ、中にピストル入ってたっていう。そうそうそう。ああ。そんなんじゃないの？なんかな。いや、絶対そうやろ、そうであってほしいわ。ただかゆかっただけじゃないかな。なんか、その瞬間写真撮ったんちゃうかな。あの、なんか脇腹かいてんのボリボリ。うん、乾燥すんなとか言ってた。いや、知らんで。乾燥する剣かなんか。じゃあ、高知弁がようわからんけど。乾燥する気。言ってる気なのかよか。いや、歴史ってわからんやん。まあまあ、そういうのわからんやん。ぶっちゃけ。あれはだから、あれでしょ、写真でしょ。西郷さんも、まあ、あの、犬の散歩を、どうぞ、うん。じっとしてるから、あれやけど、ほ、うんまは、ダイエットのために散歩してたらしいから。ちょっと太りすぎてて。あ、そうなん、うん、医者に散歩しなさい言われて、ほんであの犬か。そんなこと言うの当時の医者。その散歩してる瞬間の、銅像でしょ、銅像なったあれ。うん。まあ、でもそれ、あの、ハチ公は、ちょっとあれやわ、ショックやわ、そんな。焼き鳥、いや、焼き鳥、焼き鳥って言ってた。主人待ってるのってみんなに言われて。うん、違うねんけど、言われへんや、犬やから。まあ、それ喋られへんし、ね。らしいですけどね。焼き鳥屋があって、みたいな。わからないですよ、歴史上のね。ほな、今、大河とかやってるあんなもん、ほんまあんなやったかどうかわからんっていうことか。歴史って全てそうだったのかもしれないで、進んでいってるからね、歴史の研究は。確定じゃないのか。だから、何万年前のほら、恐竜とか、いたのかもしれないというのを想像しつつ、研究していってるから、うん。だから、ほんま恐竜とかおらんかったみたい。ほんまは？でも。っていう人もいるけどね。骨がば、出てきたっていう。出てきたりしてるやん。普通に骨かもしれん。象とかの。あの、土器とか出てきたりとか、のも。それは知らん。そこまで俺、ガッと言われたらもう、答える気ない。いや、聞きたなる。いや、全部が全部正解じゃないよっていうこと。ああ、すべてがね。すべてがってことだよね。あれはほんまであってほしいね。江戸時代の浮世絵の、なんか、ああいう絵、風呂屋の絵とかあるやんか。当時の銭湯とか。なんでもっとリアルに描けへんの、顔を。なんでみんなあれ、同じ顔してんのあれ。誰かおるやろ、ちゃんと描いたおらんかったん、ちゃんとこう。写真みたいに。おったんちゃう？だって一個も残ってないやろ。残ってない。シャッシャッと書いて、うん。なんであんなこう、うん、手をこう伸ばしてこう、なんかこう、ふにゃってなってんのみんな。居酒屋みたいなこう、こう屋台とかもなんか、なんかこう、なんか、こうなんか阿波踊りみたいになってるやん。体ひねったり。うん。なんであんなっていうのが腹立つんですよね。だからいつ頃の時代から明確に残ってんやろね。やっぱり明治。明治ぐらいからじゃ写真が、あの、機能も良くなってきて。ああ、だからそれこそほんまでも明治の、明治の V、大正かな、うん、大正の VTR はよく YouTube で出てるけどね。あ、そうなんや。大正時代のね。時代そこぐらいからじゃフィルムみたいなのが。わからんね、歴史なんかは。で、龍馬もほんまに、すごい人やったんか、どうかも、もっとなんか残ってるはずやと思うね、ほんまにすごい人やったら。でもなんかほら、京都の、何やったっけ、あそこの刀傷が。池田屋。池田屋。みんな言うてんね。俺、箱根行ってもなんかそんな言われたことあったり、これ、誰かの刀傷や、みたいな。どこにでもあんで、刀傷。刀傷って言えばええねんもん、柱に気づいてたら。だってそれ分かれんや、温泉使ったとか。武田信玄が使ったとか言ってるけど、うん、傷を癒した刀傷を癒したみたいな。いやー治らんであれでは。
どうかなと思うのよ。いや当時はほらそんな発達もしてんから、それが一番の治療法やったかもしれんやん。それでこう、東芝行ってこう直したとか、あってほしいな。なんか全部が全部そうではないと思うねんな。いやだから、うん。うん。夢ないな、それでは。そうじゃなくて、うん。その犬に一日だけ。いや、喋れんねん。何なりたい動物、一日だけなれるとしたら。動物？うん。俺は、そうね。俺はもう、鳩。おもんないやん。なんで、飛べんねんね。鳩以外も飛べるやん。いや、さ、飛べるけどさ、鳩は、その、常にこう、こう、人間界と繋がってるやんか。んで、カラスやって嫌われるやろ、うん、それやったら、タカとかになったらいいやん。タカなんか、そんなん、別に誰にも見られへんとこにおんねんで、タカなんか、ずっと止まって。強いで、一日だけで。でも、一ヶ月ぐらいになったらええやん。いや、一ヶ月もいらんわ。猿とかもええけどな。いや、それやったら人間でよ。なんか微妙やん。この方は、高持さん。はいはい。強さんが犬になったらロケ番組が増えそうですね。喋る犬が商店街などをうろうろする番組見てみたいな。いね、確かに。いや、すごいね。そら、引っ張りだこやで。喋れんねんもん。喋、うん、れるけど、飲食店行かねえやんな。やっぱり動物を取ったりとか。この方、スキュルンさん。つよしさん、犬になったら可愛がられると思いますが、電車やタクシー乗れませんよ。うん、仕事には歩いて行くつもりですかい。さあ、歩いて行くよ。犬やねんから。犬でもそんな歩かれへんって。この方は、ルースさん。つよしさん、犬になったらタバコ吸えませんけど、それでもいいですか。サウナも行けませんよ。いや、それ、そっか。喋れるだけか。あとは犬の性質やから、風呂は嫌い。やわな。うん。あ、そこは、うん。そこは犬の気持ちになっちゃうんや。そうそう。それやっぱ人間のまま行かれへんの、犬に。そのまま？無理やな。無理やわ。もう喋れるというだけ。象でもええけどな。いや、もうそんな。象にでもなってみたいな。象のあの鼻どんな感覚で動かしてるのかを、ちょっと感覚を知っときたいな。知っときたいってなんやねん。吸いたいやん、人の頭とか、スーって、吸ってみたいやん、ずーっと。ほんで、こっちからこっち、なんか動かしてみたいやん、人を。その気持ちを知りたいな。あ、その、動物のね、気持ちを知りたい。動物目線で人間を見たい。見たいっていうね。うん、ただ、象は。なんか、あいつ嘘ついてんなとかあるやん。あ、動物やからわかるみたいな。わかる。喋られへんからこそ、うん、あ、今日はあいつ、うん、それだ、もう子犬になってくれ、もう象はやめてくれって。場所ないし、もう控室も大変やから。そんな象なんかなったら倉庫とかなんで控室そやな、まあ、楽屋行かねえんからな。結果スタジオも入られへん可能性があるほんで今日なんかラジオブースやったら絶対入ってこられへんから。そうやったら、ああ、そうか、子犬やったら俺が抱っこして移動できるやろ。でも俺喋んで、めっちゃまあ、抱っこして喋られるのも嫌やろ。ほんで、散歩連れてってくれなあかんで。あ、そうか、犬やから。子犬やから、ご飯とかも、ちゃんと柔らかくして。ほぐして。ほぐして、俺にくれなあかんで。喋んで、ね、その代わり俺めっちゃ犬やけど。これうまいとかまずいとか。うん、これええわ、今日は、とは。まあでも、まあそんだけ喋る犬とコンビ組んねえやったら多分稼げるから。いや、すごいと思う。うん。それぐらい我慢する。とんでもない仕事量やと思う。いや、仕事量や。で、俺、子犬やから、そんな、うん。フル活動でけんがね。移動どうする？移動ケース入っとかなあかんで。ええよ。で、新幹線とか、やっぱり移動中は。ええよ、全然いいよ。うん。なんか、ランチボックスみたいなとこに入りたいのか、それかもう、ほんまにガッチリとしたやつに。ガッチリとしたやつ、はい、入れてくれたよ。景色も何も見られんけど。大丈夫ね、人の足。たまに歩かしてくれたら。いや、あかん、おしっこせなあかんから。いや、おしっこ中でやってよ。シート引くから。いや、それはちょっとな。いや、それ、いや、それあかんよ。草とか匂って、おしっこしたいもん。いや、したいけど、移動中は無理やんか、だからそれ。うん、おやつももらうで。おやつはええよ、そんな安いもんやから、そんな儲けてんねんから。うん。自分の稼いだから。その代わりは俺8もらうで。8対2。だって俺の方が大活躍って犬なんやもん。喋んねんで。ちょ、そうやけど。ちょ、コンビじゃなくてええねんもん。もう別に、もう俺、コン大売れやで。あ、ほんなら二郎ちゃんみたいなのあること、うん、猿の二郎やったっけ、太郎二郎みたいな。あ、太郎二郎みたいな、あんな感じの掛け合いでしょ、言うたら。まあそう、掛け合い。もっとできるわけやんか。喋れんねんから。泣けって言ったらツーとか言うてんやろ。ワンやろ、ワンやろ。そんなんでしょ、どうせ、どうせ。まあまあまあ、それでもいけるっていう。舞台上では犬としてしっかりやるから、俺は。
で舞台以外ではもう普通に喋るけど犬やねんけどな要するに どれがいい短毛がいい長毛短毛短毛短毛がいいどんな感じ奇襲犬みたいな感じ柴犬みたいな、ね、中型ぐらいがええかなやっぱりあの舞台映えせえへんからやっぱ子犬って言ったけどやっぱちょっとぐらい中型ぐらいそれやったらセントバーナードぐらいの方が迫力あって面白いんちゃうバブブみたいないや迫力あってあそれかあれにしようか首のとこ樽つけてるみたいな犬救助犬みたいなやつなのかドーベルマンで行こうか俺いやまあ、シュッとしてもおもろないな。おもろないか。シュッとした。あの、ブルドッグみたいな。フレンチブルドッグみたいな感じ。それか、あの、足の長い、うんうん、ふわふわ、ファーみたいなついた足の、ファーっていうか、もう毛切った。なんか、ニコ玉に走ってそうな。あ、ニコ玉で走ってそうな。あんな白い犬なのか鼻の長い。じゃあ、それ馴染みがないもんね。やっぱり見たらびっくりするもんな。どれが舞台映えするやろうね。俺はもう絶対柴犬やと思う。こうなんか人間と犬っていう構図がなんか分かりやすい感じする。あ、柴犬な。犬っぽいもんな。怒りも犬やからな、うん。で、膝にも乗れるし。狩猟犬みたいなのでもいいよ。あの、羊追いかける犬みたいな。ニュージーランドとかにおるような。で、わっと、追ってるみたいな。あれ、毛長いもん。そっか。うん。毛長いし、雨の日とか、ほら、下のとこ汚れたりするやんか。チーターとかなってもいいよ。え？チーター。サーカスとかではほらチーターとかもライオンとか活躍してるやんか。いや活躍してるけどそんなお笑いの舞台ではチーター、うん、もう手乗りの鳥みたいなになってもいいし鳥との言い合いみたいな。鳥の鳥になって犬になりたいんちゃうの？鳥でもいいよ。鳥でも大きさあるで。だからあの南国におる鳥みたいなやつ喋るやつ。カラフルな。うん。カラフルな。あ言えばこういうなお前はみたいなネタ。やってもいいよ。ピーチクパーチク。でもいいけどな。もうそういうのはずっとカゴの中やで。で、お互い犬でもええかもしれんな。1ヶ月ぐらい。犬。芝犬で、で、うん、君は、うん、あゴールデンレトリバーとかそんなんでもいい。そんなコンビで。コンビでもいいし。犬同士で。うん。あの、俺らのこと腹立ってる後輩とか多分蹴ってきたりするかもしれないよ。でも、喋れるけど犬だけやから、何にも相手、こう手出したりできへんね、うん。そうか。そう。ずっと、こう、犬の扱いされて。いや、で、それは言われて。楽屋も、なんか丸い、うん、な、さらに水入ってるだけ。そうそう、水入ってる。ちょっとドッグフードパート置いてあったりぐらいのこと、ね。いじられるんじゃないですか、後輩からは。後輩も、だってそんな、先輩も後輩もないやろ、もう犬やねん。そんな。プロントのコーヒーなんか飲まれへんだ。散歩行きましょうか、兄さんって言われたら、え、行くわって。兄さんな、あ、そうや、ご飯行かれへんわな、一緒に。そう、行かれへんね。な、ドッグカフェみたいなとこしか行かれへん。そうやな、ドッグカフェ連れてってくれやって後輩に言われへん。そうや、だお互い犬やったらドッグカフェ行かれへんね。犬が犬連れてんのなんか見たことないやろ、ドッグカフェで。いや、犬、並走して歩いてんのはよくあるやん。じゃあ、あるけど。連れて行ってるっていう意識はないやん、見てる人は。まあないけど、犬と人間が一緒に入らんと、ほら、どこかでもたまにな、そういう野原みたいなとこ連れて行ってくれの、ストレス溜まるもんな。めんどくさいな。そこは犬なんやな。どうしようかな。どうしようかなやな。何なりたい何になったらおもろやろうな。そんな、馬馬。馬もな。馬でも競馬、ダービー出るとか。うん、馬。ああ、うん、ダービー出て走ってみる。走ってみる。ものすごい注目されてる。馬も勝ちたいみたいなのがあるらしいからね、あれ。あ、そうなの？そう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 。あんねんて。だから足こう蹴んねんて。あのパドックのとこで。あ、そうなの？はよ、走りたいみたいな。競争意識があんねん。あんねん、あんねんて、あれ。馬としては。うん。あ、そうなんや。ああいうのどんなもんなんかちょっと走ってみたいね。まあ、馬、そうね。馬はちょっと憧れる。人乗せてな。うん。人乗せて、うんうんうん、そう。相性もあるみたいやから、あれ。うん、うん、うん。嫌なやつやったらみたいな。嫌なやつやったら振り落としたりするみたいな。馬になってくれたらな、俺乗って、面白いよね、舞台出ていく。いや、無理やで、あれ、体調あるから、そんな。そんな簡単には無理や。な、俺馬か、うん、俺馬なん、喋んの、俺が馬なん。何になりたいか聞いてんの、さっきから。だからさ、鳩やってよ。だから鳩なんじゃなくてもしょうがないって。なんでしょうがない、鳩。もっと違う景色見たないか？鷹とか、もっと、そういう。いや、俺、街が好きやから、ほら。鳩はほら、街見れるやん。鷹はな、大自然のとこでさ、誰もおらんとこ、綺麗な景色やな、とか別に言ってないやん。まあ、寂しいわな。そう。だから、
そんなん見たかったらドローンの映像見るから。そうか、そっか、うん。そう。今見れるもんな。そう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 。鳥やな。やっぱ飛ぶっていうのがやっぱりね。ウミガメとか見てたら、うん、ああやって一日中こう、うわーっと泳ぎときたいなとかならへん。俺いつももうああいうのんびりした動物。ああ、ゆっくりね。コアラとか木の上でじーっとして、いいなーと思ってたまに動物園なんか行ったら、うん、ああいうの思うよね。あんなになりたいなぁ。だらーっと一日中。確かにね。まあまあ、うん、30分ぐらい降りるらしいけどね、コアラも。うん。キリンには動かへんねん、あれ、ほんまに。うん。あ、そうなんや。あ、キリンになりたい、キリン。キリン。それこそやって、それこそもう場所取るって。そうか、無理か。どうしたいの、キリンになって。何をしたいの漫才やりたいねん。たくさん見えへんで、多分。そうやな、NGK ももう照明当たるもんな、上にな。当たるよ。ずーっと足曲げとかなあかんで。そうやな。スタンバイして。なんなに。マイク大変、合わせられへんわ。何の話やぞ。いや、ほんで横だらん、倒れるやん。いや、そんな、引くやんか、もう死ぬんちゃうかとか思われるやん、あんなキリンとか。あ、ほんだ、小僧で行くわ、小僧。小僧小僧。小僧で隣立っとくわ。受けるんちゃう小僧、うん、小僧いったらパワーあるやろ小僧でも子供の。小僧でもあるけど、まあ、ちっちゃいやんか。移動はちょっといけそうやん。移動はいけそうやけど、ちっちゃいけど、うん、人間から見たら大きいよ、小僧も。そうか。難しいよ、動物に。なかなかちょっと、無茶な考えやったら、うん。無茶な考えですよ。もう、そんなこと考えるよりも、その、あれですよ、サザンシアターのこと考えても、お客さんの集客を考えてほしいわ。ほんまに。ね、ぜひ成功させてほしい、これ。猫見るだけなんですよ、ね。見るだけで。すいませんね。見るだけで面白いので、皆さんぜひお越しください。はい。さあ、それでは2時間30分生放送スタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready?The Radio Show! どうもこんにちは、ザ・ラジオショー金曜日、中川家の0時でございます。よしです。さあ、このザ・ラジオショー、笑いをテーマに午後1時から3時30分まで2時間30分の生放送でございます。金曜日は我々中川家、そしてパートナーはこの方でございます。日本放送東島恵里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も平和ですね。平和でしたね、本当にね。動物は何になるんですか。ハムスターにしましょう。ハムスター人のポケットで暮らしたいですね。脱走もできますし。いや、かわいい答え用意してはるわ。すぐに逃げます。普段はもうおがくつみたいな中に通らない。あ、その代わりあの車輪みたいなとこずーっとやんなきゃダメですか。あれずーっと走っといてください。あんまり気は乗らないですけど。鼻低く低く低く。家は好きなのでね。あ、かわいいな、かわいいね。小動物か。はい、小動物や。映画なんかでもね、そういう映画ありませんやん、ディズニーとかの小動物可愛いもんね、やっぱり喋ってはリスとか可愛いですね、喋ったりなんかしてね、まあ、でも主役にはなられんな、あの位置ってね。確かに、確かに、そうですね。何かの手助けをするみたいな、ね、そうですね、のが多いですからね。でもラジオショーやりたいですね。ラジオショーやりたいね。ハムスターになってハムスターとリス、はい、ほんでここハト。どんなラジオやねん。さあ、金曜日はリスナーの皆さんにメールで参加していただきます。今日のメールテーマはこちら、徳を積んだ話。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10-10-10-10
はい、どちらのカードをお使いですか？富山城美薬の浜口です。運動中にズキンとしたり、お箸を持つときにピリッとしたり、腰、手、足に電気が走るような痛みやしびれでお悩みの皆様、その痛みやしびれ、関節の変形や神経の圧迫が主な原因と言われています。事実、腰痛や神経痛でお悩みの方は、2017年の総務省データによると、腰痛はおよそ2500万人、神経痛も多くの方が悩んでいます。同じような辛さを経験しているのは、あなただけではありません。そんなお悩みの方々に、今日は関節の痛み、神経痛に飲んで効く薬品、両親 JV 錠のご紹介です。国産のガンマオリザノールをはじめとする、しびれや痛みに効く6つの有効成分をすべて承認基準の最大量配合。一日一回お飲みいただくだけで、硬くなった筋肉をほぐし、栄養を補給して血流を良くしてくれます。腰の関節の痛み、神経痛などの痛み、しびれに飲んで効きます。最近薬を出すときにしびれが気になり、うまく取り出しにくい、ペットボトルの蓋が開けにくい、そんな皆様に薬品良心 JV 錠。31日分の本商品、通常税込み4180円のところ、初回限定特別価格、半額の税込み2090円でお届けします。一世帯様、一箱限りのチャンスです。お問い合わせは 0120-582345、582345富山常備薬まで。お届け返品送料についてもお電話で。第3類薬品です。使用上の注意をよく読み、用法用量を守ってお飲みください。腰、手、足の関節の痛み、しびれにお悩みの皆様、ぜひお電話ください。時刻は1時38分です。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの和田さん、お願いします。和田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。シニア向けマンションで50年の実績、中銀ライフケアが送る入居説明会、日本放送イマジンスタジオで6月7日開催。詳しくは 0120-373-756、 または中銀ライフケアで検索。ショーアップナイタートゥデイ、この時間はサミーイエローハットNTT 東日本がお送りします。時とアミバスで間違えたよ。はい、どうも、私 DJ ラオです。いやー、スマスロ北斗の件ね、初代完全復活ということで、私も現在大忙しです。ご唱破ご唱破、さっさとご唱破。あ、避けられた。サミー、皆様、ここで選手の交代をお知らせいたします。タイヤとオイルを交換したくてイエローハット、背番号16と背番号80合わせて1680、つまりイエローハット以上になります。イエローハット。電帳法どうする、対応まだ、助けて。社長さん、そんな検索するよりも簡単に DX できて運用までサポートしてもらう方法ありますよ。ご相談ください。 NTT 東日本。ショーアップナイタートゥデイのお時間です。
今日行われるプロ野球の試合の聞きどころを日本放送の実況アナウンサーに教えてもらいます。日本放送では今日は夕方5時30分から阪神対巨人戦をお送りします。この時間、諸岡正夫アナウンサーにポイントを伝えてもらいましょう。諸岡さん、はい、こんにちは。こんにちは。プロ野球はですね、今日から交流戦前の最後の3連戦に入るんですね、うん、で甲子園ではその伝統の一戦、阪神巨人戦で、阪神は5連勝で交流戦前1位が確定しました。昨日一昨日と私取材してたんですけどもね、とにかく強いですね。一昨日は9回に、昨日は10回に勝負を決めまして、うん、投手陣も安定しております。で対する巨人なんですが、5月が12勝7敗で貯金を2に戻しました。で昨日は中田翔が戻ってきて、戦力もようやく整って、打線が強力な厚みを増しております。そんな中で今日の予告先発は阪神が2年目今シーズン初登板の桐敷、巨人は現在3連勝中の横川と、今日からの3連戦はですね、両チームにとりまして交流戦に向けて非常に大切な3連戦となりますので、絶対お聞き逃しのないようにお願いいたします。解説はですね、はい、去年まで阪神の監督を務められました矢野明弘さん、実況 ABC 北条英介アナウンサーでお伝えします。はい、諸岡正夫アナウンサーでした。ありがとうございました。連日熱い試合が続いてますね、うん、今日も夕方5時30分から阪神対巨人戦、お楽しみに。アナックスニッポンエクスプレス。良い選手を集めるのではなく、良いチームを作りたい、そんな思いが彼らを大会ごとに強くする。私たち日本エクスプレスは侍ジャパンを応援しています。 We have Samurai Spirit. 日本エクスプレス。私たちは未来の地図を塗り上げていく、そして終わりのない物語を紡いでいく。色とりどりの技術と挑戦で、人と人がつながるエネルギー、いでみつ。東京に家を持とう、オープンハウス。東京に家を持とう、オープンハウス。東京に家を持とう、オープンハウス。え、何？東京に家を持とう、オープンハウス。どういうこと？東京に家を持とう、オープンハウス。あ、だから何なのよ。東京に家を持とう、オープンハウス。ショーアップナイタートゥデイ、この時間は日本エクスプレスホールディングス、いでみつ興産、オープンハウスグループがお送りしました。有働由美子、有働のラジオ。今回のテーマは私と洗濯。銭湯を出て洗濯物を取りに行ったら、そこに男性がいて、それが明夫さん。何ですかそれ。ラブリーの悲劇で薬師丸ひろ子と世良政則が出会うシーン。ほかーん。有働ラジは今日午後3時半から。コインランドリーの出会い憧れた。中川家のレイジです。強しです。動物になりたいね、やっぱりね。さあ、この時間お届け、お、じゃあいいですか。この時間お届けするのはこちらのコーナーです。ラジオ CM を作ろう。さあ、こちらのコーナー、架空のお店、商品、企業のラジオ CM を勝手に作ろうという企画でございます。先週ね、作りましたね、 CM ね。中川オリエンタルホテルオリジナル、中川社長のおかんカレーの CM です。お聞きください、どうぞ。昨日も残ってるけどどうする？ああ。ちっちゃいだからまた明日でも食べれるけど。ああ。うわ、だいぶ濃くなっとるわ。ああ。どうすんの？食べんの？食べる。社長の中川です。うちのおかんカレー食べてください。あんた一人何言うてんの？おぼつかない大阪弁で。ありがとうございます。なんか、遠いねんけど、息子の声の。なんか、ほんで、後半また違うとこで喋ってる。どっかなんか、非常階段で撮りました、これ。離れてんのはリアルやねんけどね。まあ、そんな会話やねんけど、ね。まあまあね。あ、そういうことか。そういうことなんやろか、けどね。はい。さあ、今週も。おぼつかない大阪弁ですね。いいね。おぼつかないのいいですよ、と。さあ、今週も来ております。この方は、千葉県柏市の柏野博さん。
先日久しぶりにメロンを口にする機会がありました、うん、最後に食べたのがいつか思い出せないぐらい久しぶりで、うん、あまりにも甘くて感動したので甘さ日本一の甘さにメロメロンメロンの CM をお願いします。メロンや甘い甘いうまいうまい2等分4等分6等分好きに切り分けてくださいちょっと昭和のちょっとこう早送りみたいになった女の人の声一人で二人で三人四人で、滴り落ちる果汁、爽やかな香り。うん、ほっぺで落ちちゃう。その名は、甘すにメロメロメロン。メロメロメロン。どうでしょう。あ、いいね。白黒をイメージしてるのかな。白黒の。映像やと。そうね、昭和30年ぐらいかな。30年か。ああ、なるほど。あの、早い、感情のない感じの。うん。いいですね。まあ、仕上がりどうなってるんでしょうかね。はい。受付メールアドレスは ngk@1242.com、ngk@1242.com。懸命にラジオ CM と入れていただけると助かります。たくさんのご応募お待ちしております。過払い金の確認は0120-10-10-10。忙しくて時間がないあなたでも、過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔スーパーで作ったカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。まずは 0120-10-10-10-10-10 へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけど、すぐにはわからないでしょ、と思いの方、実は簡単にわかる方法があるんです。それが、車たかし。車たかしは、中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分。あなたの車の情報を入力すれば、大手買い取り店から近くの買い取り店など、最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば、一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によって、なんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら、車高しで検索。ベリーベスト法律事務所より、B 型肝炎の方へ、最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は、給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方。小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずは、あなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000番。70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いてはハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局の久米さん、お願いします。はい、はい、こんにちは。こんにちは。はい、お伝えいたします。横浜23度、爽やかに晴れています。さあ、ここでハマフェス Y164 開催のお知らせです。明日27日土曜日と28日日曜日の2日間、山下公園を中心とした横浜の中心部5つのエリアで開催します。ハマフェスは2009年に横浜開港の歴史を伝える伝統ある5つのエリアが中心となって行った開港150周年記念開国開港博 Y150 の翌年にスタート。以降、開港200年に向け、さらに横浜を発展させていこうと開催しているお祭りです。今年は、食、スポーツ、音楽のテーマに加え、町と町をつなぐ、花と緑、参加型の3つのテーマを追加し、
各エリアでのイベントを通じて魅力あふれる港町横浜の魅力を発信していきます。この機会に横浜グルメや音楽、街歩きなど楽しんでみてはいかがでしょうか。詳しくは浜フェス Y164 のホームページでご確認ください。以上、横浜のスタジオより久米知恵がお届けしました。はい、久米さんありがとうございました。洗濯機に洗剤入れたらダニクリーン丸ごと防ダニ仕上げを柔軟剤の投入口に注ぐと。ダニの立場で言わせてもろたら、こんな簡単に防ダニされてほんま迷惑。ダニクリーン丸ごと防ダニ仕上げ、すなすな、生き生き植木。時刻は1時51分です。日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。長野県中野市で男が猟銃を発砲するなどして警察官ら4人が死亡した事件で、長野県警は今日、中野警察署に捜査本部を設置しました。また長野県警の小山巌本部長が記者会見し、被害者への哀悼の意を示した上で、警察官の殉職は痛恨の極みと述べました。この事件は昨日午後4時半ごろ、中野市江部で男が女性を刺した後、通報で駆けつけた警察官に発砲し、住宅に立てこもったもので、県警は今日、警察官1人に対する殺人の疑いで、市内の農業、青木正則容疑者31歳を逮捕しました。容疑者は中野市議会の青木正道議長の長男で、両親らと同居する自宅に立てこもっていました。この事件で亡くなったのは、いずれも長野県警中野警察署の玉井良樹警部補46歳、池内拓夫巡査部長61歳と、現場近くに住む村上幸恵さん66歳、また今日死亡が確認された高齢女性は竹内康子さん70歳と判明しました。県警は村上さんらが襲われた経緯や動機の解明を急ぎます。次に、ロシアの戦術核兵器配備受け入れで正式合意したベラルーシのルカシェンコ大統領は25日、訪問先のモスクワで自国の準備を整えたとし、移転が始まったとロシアメディアに明らかにしました。ただ戦術核兵器がすでにベラルーシ領内にあるのかという質問には可能性はあると答え、明言を避けました。これについて今日の記者会見で非難すると述べた松野官房長官です。ロシアがウクライナ侵略を続ける中で情勢をさらに緊迫化するものであり、非難します。日本としてロシア及びベラルーシに対し、こうした緊張を高めるような行為を止めるよう求めるとともに、今後とも強い関心を持って事態の推移を注視していきます。次に、全国の先行指標とされる今月5月の東京23区の生鮮食品を除く消費者物価指数は、前の年の同じ月と比べて 3.2% 上昇しました。伸び率は2ヶ月ぶりに縮小したものの、前の年の同じ月を上回るのは21ヶ月連続で、家計負担は和らいでいません。おしまいに、ロシアで隣のトトロや千と千尋の神隠しなど宮崎駿監督のアニメ作品が来月6月1日からオンライン配信サービスで視聴できなくなると、ロシアの国営タス通信が25日伝えました。宮崎アニメはロシアでも人気ですが、関係者によりますと、ロシアでの配信元がスタジオジブリとの契約を更新できなかったということです。去年2月のウクライナ侵攻開始後、アメリカの映画大手ワーナーブラザースやウォルト・ディズニーなどがロシアでの事業を停止し、映画やアニメ作品が見られなくなっています。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。アポロステーションの井出光興産、ベンリッチ、高リッチ、オープンハウス、他の提供でお送りする日本放送ショーアップナイターは、今日夕方5時30分から日本放送ショーアップナイター。
さあ、テーマメールなんですけども、哲さん、吉報、嬉しい報告です。おい、何すか？はい、この方、タイ料理を食べてみるナオさん、府中市の方、オープニングトークを聞いて、哲さんのイベントのチケット買いました。ああ、ありがとうございます。完全なる犬派ですが、楽しみです。あ、犬派ですか？犬派なんですけど、この方、中野ゼロのご近所さん、はい、猫のイベントの話、哲さんがおっしゃっていたのですぐ申し込みました。その時、残りわずかになってましたよ。猫好きの私にとってイベントを知ることができて嬉しかったです。ありがとうございます。本当にもうこれで2枚、ね、2枚ゲットで言うだけでね、感謝感謝、ね、来ていただいてぜひ楽しんでいただきたい。感謝を胸に、感謝を胸にありがとうございます。ありがとうございます。さあ、テーマメールね、徳を積んだ話でございます、この方はゲンチャリだるまさん、兵庫県明石市の方。私はリュックサックのチャックを閉め忘れてる人には必ず開いてますよと声をかけます、以前自分のリュックを開けたまま背負っていて財布を落としたからです。意外といらっしゃるし、意外とみんな言わないみたいですね。私が勝手に率先してこの活動をやってます。教えてあげると皆さんありがとうございますと、すごくありがたそうに言ってくださるので、私もいい気分になります。開いてますよ、安心してください。開いてます、安心したんだ。開いてんの、開いてますよみたいみたいに言うたんか。嘘、あ、気になる。確かにエスカレーターとかで、はい、女の人多くないですか？多いです、意外と。で、はい、結構あの、閉まれへんカバン持ってますよ、女の人。確かに。で、財布飛び出してる時あんのよ、うん、ちょっと触ってグッと押したろうかな思うんだけどね。そんなんしたらそんなんしたら痴漢とか思われて嫌ですね。スリや思われる可能性もあるからね、ちゃんと閉まっといてほしい。あれ心配になるのよな。よう声かけるの、こういう声をようかけへん、そんな、うん、あ、そう、うん、無理。落ちて、あの、よう落としてる人おらん、千札とかパタンって。あ、たまに俺よう拾うよ、落ちましたよ、落ちましたね、うん、まあね、お金とかはね、さすがにたまに、うん？みたいな顔する人、取ったんかみたいな顔する人いますけど、もうね、あれ、そうされんのが嫌やねんね、またね、なんか歌ちょっとでも疑われてんのかなと思うのがね、親切ですね、チャック開いてる、ね、まあそうそうそう、こうね、やっぱり、まあ、ちょっとしたこういうことでね、なんかええことしてるっていう、いや、徳を積まないと天国行けないですからね。そうです、プレミアム会員にならないといけないですからね。俺が言うたことやけど、プレミアム会って何やプレミアムを積まなあかんね、積まなあかんすね。この後も徳を積んだ話、はい、ぜひ教えてください、はい、ngk@1242.com でお待ちしています。相鉄線上星川駅前満天の湯、朝6時からやってます。満天の湯、お風呂アイドルが待ってます。満天の湯、毎日行きたいお風呂屋さん。満天の湯。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場、工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。クリピーナッツ with ジーマ、クラブでフェスでライブでみんなでジーマ飲もう。それがクリピーナッツのレコメンド。とりあえずあげてこう with ジーマ。飲酒は二十歳になってから。竹下恵子です。森は私たちの生活を支え、多くの恵みを与えてくれます。森を守る、森を生かす、緑の募金にご協力お願いします。蔵之介さんってパドック見る目がマジですよね。見極める秘訣聞きたい。まず保養傘スタッと、スタッと首の上げ下げもスクッと、スクッと。でも一番見てるのは目の奥だね。目の奥、今日は走るぞっていう炎をね。勉強になります。ヒーローイズカミング JRA。
chào mọi người đã trở lại với kênh của Bích Diễm. Thì hôm nay nhân dịp chủ nhật thì cháu nó rảnh rỗi thì nó chở Diễm vào thăm một cái di tích lịch sử, một cái địa điểm tham quan nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, đó là quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Thì nhân cái dịp này thì Diễm cũng xin mời tất cả mọi người cùng đón nghe và xem cái phong cảnh. Và Diễm xin gửi đến tất cả mọi người một cái bài hát về cái chủ đề quê hương của mình. Đó là một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, được mang tên Quê Hương. Chung khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dập bướm vàng bay, quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông, quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre, quê hương là đêm trăng tỏ hoa câu rụng trắng ngoài thềm, quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nói thành cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dập bướm vàng bay, quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông,